はい、おそいさんです。スカイリムのレジェンダリーエディション PS3 版ですけども、今クエスト見てたらこれ出てきまして、モーサルのファリオンは吸血鬼の研究をしていると噂されている。彼なら病気を治療できるかもしれない。ファリオンのとこに行けっつうことらしいんですけど、はい、今ねちょっと吸血鬼っぽくてですね、私の体が、はい、マジか体力スタミナが日中だと思うんですけど、はい、著しく落ちてると。でしかも太陽光耐性ダウン、この2つがおそらく吸血鬼の症状だと思うんですね。でこれをちょっと直したいんですよね。はい、ってことでじゃあ早速行こう。モーサルファリオンですよね。でこれを解除したらちょっと、リフテンをまた回ろうかなと思ってるんですが、どこですか？これか。いやーほんと参ったね。だ日中体力とかが回復しないですよね。とても戦いづらいというか。で夜とかはいけるんですよ。だから太陽の光が当たらんところやったらまあ吸血鬼らしく活動できるけども、太陽の光当たると能力が著しく低下するんで、まいったなって話なんですよね。これね、うわマジか。ちょっと人には会わないようにしたいな。ファリオン、あ、これか。はいはいはい。いやほんまでもどこでなったんかがはっきりとはしてないんですけど、多分吸血鬼を倒しに行った時に噛まれたんかな。買い物が目的なら呪文の在庫は豊富にある。俺の能力は大いに必要とされてる。はい、モーサルの安全を守るため吸血病の専門家、あ、病気なんかこれ、専門家だと聞いた。物知りなのさ。ほとんどの人間には到底わからない物事を学び、オブリビオンの地を旅し、見てはならないものを見てきた。デイドラからドゥーマーまで様々な種族にあった。他の者には人間に見えても吸血鬼だと見抜くだけの知恵はある。なるほど、治療の方法を探している。満たされた黒痕跡が必要だ。それには誰かを殺さねばならない。石を手に入れ、満たしたら戻ってこい。儀式を行おう。お前の亡骸に命を吹き込んでやる、吸血鬼よ。モーサルは問題の多い場所でな。それを沈めるのが俺の役目。あ、これ売ってるんだ。この痕跡はどうやって手に入れられる？希少だからな。オブリビオンの領海について調査していた時に拾ったものを一つ持っているが、貴重だ。ください。買いたい。誰にでも売るわけじゃないが、お前は例外だ。石を交換する費用はかなり高くつく。黒痕跡はある。そのままでは役に立たない。魂で満たす必要がある。どうやって？どうやってよ。やり方がわからん。ヘルプ。あ、レベル上がってたね。ちょっとレベル上げよっかな。吸血症。あ、ほんまや。サングイネア吸血症に感染することがある。3日以内ってことはもうなってるってことね。あ、これあるあるある。痕跡は生物の魂を閉じ込めるのに使用される。満たされる痕跡はマジックアイテムの作成と再充填に使用できる。痕跡は様々な大きさがある。痕跡が大きいほど大きな魂を保存できるが、最初から満たされることはほぼない。痕跡を満たすには生物に根樹の呪文を唱え、あ、
呪文がいいのか、呪文の効果が切れる前に倒す必要がある。所持品に生物の魂を止められるからの痕跡があれば魂は石に吸い込まれる。痕跡をいくつか持っていれば生物の魂は保持できる一番小さい石の中に入る。基本的にどの痕跡でも生物の魂を吸い込めるが、人間や魂を捉えられるのは黒痕跡だけであると。アンデッドやドワーフの作成物などの魂は伝えられない。あ、まあ骸骨は無理ってことですね。ちょっと待って待って、俺の能力はちょっと見て、呪文書持ってるかな、巻物違う、本か。気候、あったあったあった、根樹、あざす、助かります。本、これいらんな。行くか。ただ人の命を、魂を込めろって言ってたんで、人を多分倒さんとダメなんですよね。人ってどこにいる？おっとっと、あ、まずレベルアップしよう。マジか。話術、これだけよ。人がいそうなところ、まあ、砦とかかな。破壊、うわ吸血ってあるわ、マジか。あ、これか、根樹。あ、マジか、足りないって。よいしょ。これやばいか。ちょっと使われへんのやったら縦にしよう。やべやべやべ、アイテム弱いな今俺。よし、任せようかな。いや、中に入ろう、中に。ここから入っていくな。か、夜にやるかやね。そっか、夜やるか。こうやっていけそう。来てるか、来てるか。釣りは芸術だ。
手荒な真似をすることなく浮いて立ち去るだけ。ああ、考えてみたらそんなにすごくないか。どこにいる？今のは何だ？いたいた。何か聞こえたと思ったぜ。おっしゃ。ああ、出血だ。ああ、やばい。おし、魂を捉えた。あとは回復して、食べ物、もうこれ絶対新鮮じゃないな。勝利だ。エブンガルデカだ。強え。ちょっと夜にやるか。あの弓矢持ってるやつを、あいつ強いな。近くに敵がいるから一旦逃げよう。はい、これできるかな。でもう一度行きます。今って行けるでしょ。召喚、どこにいるんだろうか。もう倒しちゃったかな。倒しちゃったみたいですね。アイススパイク、月夜の鍛造術に関するメモ。なんだこれ、もらっとこう。あ、来てる来てる。何か聞こえたと思ったぜ。今にもこっち来な。もうたくさんだ。くそ、貴様。あれ、よし、逃げよう。あいつは強いから逃げよう。これで魂が満杯なのかな。その他でいいか。これ、あ、極大サイズの魂に満たされている。行くか。夜で
能力が開花されるのも今日で最後かなと思うんですけどね。もう去る、寄るか。吸血鬼に引っかかれただけで吸血鬼へと変わるという真実じゃないといいがな。いや俺は なってんだよ今困ったことに。さてと、思ったより簡単に手に入ったんで、これで治るかな。なんか他にもなんかやれ言われるような気がするな。持ってきたよ。俺の能力は大いにいいだろう。明け方沼地にある召喚サークルで会おう。お前の中の恐ろしい生き物を追い払うのだ。召喚サークル、うん、あ、なんかアイテム俺取ったっけ。本、アイススパイク、これね、覚えとこう。召喚サークル、まああれか、マーカーが出るか。じゃあ今から開示をするんだな。ギャー、誰が倒したんやろ。完全追いはぎやね。まあ帝国の方かな、やったのは。さてと、その召喚サークル、これか。この向いてる方向に行けばいいかな。いや走れない。あざーす。もうちょっと、ここか。どこやろ、もうちょっと前か。こっちのようだ。巨大なんたら、あ、これか。なんか箱がある。お、自動で動くというわけじゃないか。明け方って言ってたよな。これでどうだろうか。来たようだ。お、いるいる。よし、来たな。はい、終わらせてしまおう。望むならな。望むよ。オブリビオンの領海に呼びかける。
我らと異なる祖先を持つ者たちよ、我が声を聞き入れたまえ。死に新たな生が宿るように、オブリビオンでは終わったものに新たな始まりが訪れる。その力を呼び起こそう。差し出した魂を受け入れたまえ。日の出が夜を終わらせるように、この魂の闇を終わらせ、この生き物を蘇らせたまえ。儀式は終わった。ありがとう。お、会話できん。なんでできないんだ。モーサルは問題の多い場所でな、それを沈めるのが俺の役目だ。ま、夜は屋内にいてくれ。外出するのは危険だ。いやー、これで分かりにくいか。やった、消えた、嬉しい。あー、よかった。いやでもほんまどこでなったのかが分かんないですよね。もう一回ちょっと吸血鬼どこや、これか、吸血症。これどうやって治すんかな。でもこのサングイネア吸血症、まあ、かかんなかったんですけど、あれかな、病気ってことは薬を飲めばいけるかな。これでいけんじゃないかなと。いやー、でもまあありがてえ。これ何なんだ。巨大、これか。やばそうなもんやな、これ。シュコーン食べてみるか。コンってあれやね、なんかモヤモヤモヤって、あの木とかが動いてる、なんていう名前やったかな、ちょっと忘れちゃったけど。お、びっくりした。ふう、アニスの音。よし、じゃあ早速リフテンに戻るか。いやー、やっとだよ。ダークウォーター、これね、リフテン。夜だわ。おい、こっちに来い。あんた一体誰だ。リフテンで揉め事でも起こさねえよ。ただの通りすがりだ。そうか。おい、教えてやろう。ここには見るべきものなんて何もない。ブラックブライヤが一番嫌がるのは、得体の知れない奴が関係ないのに首を突っ込んでくることだ。ほう、まあ、ビールの名前にブラックブライヤーだったよね。
ブラックブライアーとはどういう連中だ？ブラックブライアーはリフテンを支配下に置いてる。盗賊ギルドが後ろ盾だ。奴らには関わるな。俺はモールだ。通りを見張ってる。何か聞きたいなら役に立つが、金は払ってもらうぞ。おお、なるほど。聞きたいだってこっちも成人ってわけじゃない。それなら分かり合えるってことだ。結構だな。で、何を知りたいんだ？お、いけたか。この宝石の価値を教えてほしい。いや、怪しいな。ボラレンジャーか。俺が商人に見えるか、盗賊ギルドのベックスにでも見てもらえ。奴らに気に入られれば彼女を見つけられるかもな。草の根分けても。アンガタさん、盗賊ギルドの正式メンバーになる。へえ。ほうほうほう。ブラックブライアーについてもっと聞かせてほしい。ああ、メイビンは経営に駆けずり回っている。身分の高いお方にも知り合いがいるらしいな。それに闇の一党や盗賊ギルドともつながりがある。だから実は誰も彼女に手を出せないんだ。いいか、もし彼女から何かをするよう言われたら、それをきっちりこなした方が身のためだ。へえ、闇の一党って出てきたな。俺を殺しに来てたよね。闇の一党について何か情報は？ウィンドヘルムのアベンタス・アレティノって名前の少年が闇の一党に接触しようとしたって噂は聞いたな。あったね。そいつはリフテンの向こう側にある孤児院で暮らしてたんだが、逃げ出したらしい。まあ気持ちはわかるよ。孤児院から脱出、殺し屋に接触、孤児院の誰かを殺すってことか。盗賊ギルドについて何か知らないか。ふざけてるのか。兄弟のディルジが奴らのアジトで働いてる。前は俺も奴らと一緒だったが、奴らに不運が続いた頃にメイビンから仕事をもらったんだ。仲間に入りたいなら市場でブリニョルフを探せ。あんたみたいな奴は使ってくれるだろうよ。ブリニョルフか。それじゃまた。またな。暗くなったね。さて、鍵が必要です。おお、結構いろいろあるのだな。じゃあちょっと探索しますか。ボリーの家入れない。宿屋行こっか。アリエンの家。キャベツがいっぱい。今何時っすか。1時か。ヘルガの宿舎。あ、これ兵士のとこね。誰もいない。ホーカーの襲撃。イラストがついてる。冒険家のあれか、ノートか。誰もいないんですけど。2階かな。あ、みんな寝てるわ。夜やからか。ブランシェイ、タイシスウレン。スバナファーシールド。まあいいや、ここはあれですね、物乞い。
これ持ってたね、物乞いは。中か。ヘルガ。みんな寝てるね。まあいいや。とりあえず街の中、夜の街を散策して、そのうち朝になるっしょ。